はい、コナンです。京都水族館で N ゲージのねジオラマイベントがあったので行ってきました。展示台の下からね潜り込んでジオラマの中に顔を出すことで走行する列車と同じ目線で見ることができるっていうね非常に面白い展示方法がありましたね。ちょっと今回動画では一部しか紹介ありませんけど、あのねもっとたくさんね展示がありました。京都水族館はね このジオラマ以外にもまあいつもやってるんですけどイルカショーだとか結構面白いので、まあ、夏休みにね行かれるといいかと思います。最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録がまだお済みでない方、最新の動画が見やすくなります。ぜひチャンネル登録をお願いします。画面下のチャンネル登録ボタンをクリック。ではまた会いましょう。